こんにちは、お肉です。今回は、ハイブの傘下のソスミュージックに所属している宮脇さくらちゃん、キムチェオンちゃんについて、そして、その二人が所属すると言われているレセラフィムの現在のメンバーになると言われている子たちについてまとめてみたので、最後まで見ていただけると嬉しいです。今回の動画では、プロデュース48に出演していて、プレディス所属のホユンジンちゃんについてもね、いろいろ深掘りしていきたいなというふうに思っていますので、はい、見ていただけたら嬉しいです。ということで、お肉韓国では女の子の K-POP 情報についてたくさん動画を出していますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということでですね、早速ちょっとね、いろいろお話ししていきたいんですけど、今ね、決まっているのはさくらちゃんとチェオンちゃんは確実っていう感じで、ハイブのパンシヒョクさんと撮られた写真がインスタにも出ていたりとか、2人も投稿したり、そして公式からも声明が出たように、今回生存確認ができました。そしてちゃんと所属してるっていうのも分かって本当に良かったなと思いますし、やっぱりこのウィズワンの方々だったり2人のね、動きっていうものについてもなかなかね、今なかったじゃないですか。なのでやっぱり不安な方多かったと思うので、ここで新たにね、動き出しているっていうのが見れてよかったなと思うし、二人の現在の様子とかもこうやって見れたのすごく良かったんじゃないかなと思います。そしてデビューの時期についてなんですけど、やっぱりさくらちゃんのね、インスタの投稿で、春満開に咲き誇る桜になるために、この冬私たちはたくさんのことを得ることができましたっていう風に言ってたんですよ。でプラス、あとさくらちゃんがもうすぐ日本の雑誌の表紙を飾るじゃないですか。ということから、やっぱりね、さくらちゃんのお誕生日が近い春頃に動きがあるんじゃないかなという風に言われています。はい、でこれはね、私もそうなんじゃないかなという風に思うんですけど、やっぱりこの冬にね、たくさんいろんなことを練習したり準備したりっていうところで、もう吸収する時間だったりとかね、本当にこの準備期間に力を入れていて、さらにパワーアップしたさくらちゃんとチェウォンちゃんがね、見れるんじゃないかなとも思いますし、そしてユンジンちゃんについては今回正式なその発表っていうものはなかったんですけど、ただもともとね、やっぱプレディスエンターテインメントはそのもう今ハイブの傘下にいるじゃないですか、っていうところから、もうソスミュージックに行くことも全然あり得るだろうし、ユンジンちゃんもね、めっちゃ歌うまかったし、マジで実力高いし、もうビジュアルも完璧みたいな感じの子だったじゃないですか。なのでむしろこの本当にね、現れなかった期間が本当にこの無駄になってほしくないなって気持ちめちゃめちゃありますし、このユンジンちゃんに関してはなんかね、その一部の記事ではもうもちろんソスミュージックにいるっていうのもね、言われているんです。なので合流するみたいなね、ことも言われているんですよ。なので、まあ、これは私も 100% のことではないし、今回の動画に関してもその決まっていると言われていても、まあこれからね、確実にデビューするというわけではないんですが、ただやっぱり韓国の方でもこういう情報が流れていて、ユンジちゃんも合流してプラスで何人か入ってメンバーになるよみたいなことをね、囁かれているみたいなので、これからレセラフィムのメンバーになると言われている子たちについてもまとめていこうと思います。そしてね、でまずこちらレセラフィムっていうグループ名についてなんですけど、もちろんこれ確定したものではないんですよ。だけどレセラフィムは去年の10月に商標出願していて、でこれを出しているこの出願人っていうのも、このハイブのね、商標登録での他にもね、所属している関連会社っていうところで、いやこれはね、有力なんじゃないかなと言われています。はい、レセラフィムについて。でここからレセラフィムのメンバーについて、今現在ね、こういう子がいるんだよってことをお伝えしようと思ったんですが、実はね、前に決まっていたメンバーとまた新しくね、こうなるんじゃないかっていうメンバーが変わったんですよ。なので今こういう噂が出てるよっていうことについてもやっぱね、伝えていこうかなと思っていますので、まずは前にレセラフィムのメンバーなんじゃないかって言われているメンバーについてと、あと今こういうメンバーになってるよっていうのをね、お伝えしようかなと思います。で前のも現在のもさくらちゃんとチェウォンちゃんとあとユンジンちゃんについては変わらずなんですけど、残りのメンバーがまず1人目シェイジュンちゃんっていう子がいて、この子ね、台湾の子なんですよ。でこの子に関してはユンジンちゃんとね、コンビニにいるのかが目撃されているということで、一緒にグループでデビューするんじゃないかなっていうふうに言われていました。でもう1人がユンスミンちゃんですね。この子なんですけど、みんなめっちゃ可愛いんだけど、なんでメンバーじゃなくなるのちょっとわかんないんですが、この子は韓国出身で、まあ、ウリムエンターテインメントからソスミュージックに移籍したっていう風に言われています。はい、でもう一人最後がユンチェミンちゃんっていう子で、この子がもともとね、ソスミュージックに入るまでキッズモデルをしていたと言われている子で、この子がはい、こんな感じの子なんですけど、この3人についてはどうやらね、また変わったとされています。っていうのも、先ほど紹介した台湾のシェイジュンちゃんに関してはどうやらね、退社したっていう風に言われています。でもう一人のユンスビンちゃんに関してもまたね、所属事務所を出たっていう風に書いてあるので、もうこの子ももうハイブからはいないみたいで、最後に紹介したユンジェミンちゃんに関してはソスミュージックではなくって、あのビリーフラボに移籍したみたいなんですよ。エナイプンとかいる
事務所ですね、えないぷんとかがいる、まあ、これもねハイブの傘下なんですけど、またね、まあ、その中で移動したっていうことで、このメンバーではないんじゃないかなと言われています。では新たにどんなメンバーがねいるかと言われているかと言いますと、メンバーの国籍っていうものがね出てたんですけど、これの元々はチェオンちゃんとあのさくらちゃんについての記事をねちょっとスポした方なので、ちょっとはね前より信憑性があるのかなっていう感じなんですが、まあ、今ね出ている噂によると、日本人が2人で韓国人が3人、そしてアメリカ人が1人っていう風に言われています。でこの中でまずさくらちゃんが日本人の1じゃないですか。でチェオンちゃんが韓国人の3人の中の1人で、あとユンジンちゃんがでアメリカ出身なのでアメリカの中の1人ということで、残りが日本人1人と韓国人2人いるという風に言われています。この3人は去年からデビューの準備をしているみたい でこの3人については詳しくは出てないんですけど、でも何人かねその候補なんじゃないかっていう日本人とかも上がってますが、もうこれに関してはねもうちょっと信憑性が薄いのかなと思いますので、今回はちょっと紹介しないで、もうちょっとね信憑性が高くなってから皆さんのところに紹介しようかなと思います。あともう一つちょっとねこれ追加情報がどんどん出てくるのでちょっとお話しさせていただくんですけど、最初に紹介したチェオンちゃんとさくらちゃんとあとパンシヒョクさんの写真あったじゃないですか、インスタの。あれがなんとねもう今の写真は今の写真なんですけど、今の髪型じゃないっていう風に言われています。さくらちゃんとチェオンちゃんがこのウィッグをかぶってるんじゃないかっていう風に言われています。っていうのもなんかチェオンちゃんをよく見るとこの辺がねカットされてる感じで、本当はショートなんじゃないかって言われてたりとか、まあ、髪色とかもね本当は違うものからウィッグかぶったりとかして色を変えてるんじゃないかっていう風に言われていて、まあ、でも確かにそのデビューのねビジュアルまんまで出てくることっていうのはまあないかもしれないなっていう風に思いますので、いやこれからねどん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 もうさくらちゃんの誕生日までももう少しだし、いろんな情報出てくると思いますし、もうレセラフィムのメンバーももちろん決まっていると思いますので、多分このメンバーすごいと思うんですよ。もうこの退所したと言われている子でさえめちゃめちゃ可愛いしめちゃくちゃすごい子たちだったので、いやこうなるともうさくらちゃんとチェオンちゃんとユンジンちゃんがいるってだけでもすごいのに、他のメンバーたちがもうどうなっちゃうんだろうっていうところで、私自身もすごく楽しみだなと思いますし、もうじきこのメンバーが紹介されると思いますので、またねメンバーが出たりしたら、うわこの子なんだみたいな感じでまた動画出しますのでよろしくお願いします。はい、そんな感じで日韓国では女の子の K-POP 情報についてたくさんね動画を出していますので、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。そんな感じで皆さんのこのレセラフィムのメンバーについて、そしてさくらちゃん、チェオンちゃん、ユンジンちゃんについてのね感想などたくさんありましたら、よかったらね私にお聞かせください。でこんなのもあるんだよとか新しい情報とか、ちょっと皆さん自身ねちょっと私がねその調べられなかった部分とかでもありましたら、ちょっと教えていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは。